はですね、やっちゃいました、日本体操界のエースの内村航平選手なんですけれども、リオデジャネイロオリンピックまであと3日と迫ってますけれども、なんとブラジルでポケモン GO をやりまして、請求が50万円来た、これ実際に来たんですよ、あのね、未対応のブラジルで4月の21日にダウンロードしてしまいまして、およそ1週間遊んでいたら月末に請求50万円来てしまったと。でチームメイトの、白井選手もですね、表情死んでましたよとであのチームメイトからもですね、心配されるほどの落胆ぶりで、あの報告した日本 あのご結婚もされましたからね、奥さんにも呆れられたと。でそれでね、実はあの携帯電話会社に事情説明して、はい、これなんとかなりませんかと言ったら、分かりましたと、1日およそ3000円の定額料金が適用されることになったんですって。そしたらですね、悩みが消えたら、これリ・シャオペンという、あの内村選手がですね、8年かけて完成させた大技なんですけども、連続で成功させて、非常にですね、調子が上がってきてるそうですだから期待できますよ。いや、ドキッとすることは皆さん本当気をつけた方がいい。そうですね、海外とやっぱりね。でもこれ解決したら、本人はブラジルで早くできるようになるといいなとか言ってたみたいですけどもねボード回転